どうも皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回はですね、なんとモンハンモッドにアップデートが来まして、ワールドから登場したレイギーナが追加されたみたいなので、早速ねちょっとテイムして、気になる見た目と性能面確かめていこうかなと思っております。さあ、ということで早速ね、レイギーナテイムしていきたいんですけど、いつもやったらね、公式マップの方でテイムしてるんですけど、ちょっと今回は、モッドマップタエニアステラっていうところでテイムしようかなと思ってて。で、このマップはね、日本人の方が制作されているマップで、まだまだ制作途中やねんけど、完成度がめちゃくちゃ高くて、気になる方はね、ぜひ概要欄に制作者さんの YouTube 等の URL とか貼っておくので、またね、そちらを見ていただくのと、あとですね、当チャンネルではタイニアステラの実況動画の方も上げていまして、再生リストも作ってあるので、そちらもね、見ていただけると嬉しいなと思います。でや、なんで今回このタイニアステラでテイムしていくかっていうと、レイギーナってワールドではオカサンゴっていうフィールドで登場したんやけど、このタイニアステラはね、こんな感じで、オカサンゴみたいなエリアあるんすよね。見てくれこれ。まあこのワールドやって、見た方ならわかると思うんやけど、この雰囲気まさにオカサンゴやんな。こんな感じでこのサンゴが生えてる感じっていうのがね、めちゃくちゃ似てたので、今回はここでテイムしていこうかなと思っております。で、レイギーナね、今現在動画撮ってるのが結構早めに撮ってあるんやけど、まあそのせいなのか、自然スポーン多分しないんすよね、見てる感じ。なんで、今回コマンドで召喚しておいておいたので、またね、コマンドも気になる方は概要欄の方見ていただければなと思います。さあ、ということで、だいぶオカサンゴっぽいところまで来たんすけど、ここにね、レイギーナ置いておいたので、さあ、いるかな?レイギーナ。あれ?どこ行った?なんかこの辺に召喚しておいたんやけど、おっと、だ、びっくりした、おったー、そこにおった。あー、吠えてる。レイギーナ、吠えております。おった。これ。あー、凍った。うわ、ちゃんと凍らしてくるんや、こいつ。やっべ、めっちゃ氷付けされてる。やべ。逃げろ、一旦逃げよう。やべ、出血は、これはラベジャーか。あっぶね。あぶねえ。危なかった。なんとか逃げてこれたけど、まあ、こんな感じでね、レイギーナ。まあ、どう考えても強そうやな。で、レイギーナのテイム方法やねんけど、実はね、昏睡テイムじゃなくて、こいつね、以前テイムしたネルギガンテと一緒で、なんかね、アイテムがあって、この、モンスターリパレントっていう、このモッド入れてると作れるエングラムがあって、これを使って、なんかね、防虫剤みたいな感じでモンスターに感知されなくなると。で、それ使った後にこのレイギーナスナックっていうのを手渡しするとテイムすることができるらしい。ということで、試していきましょう。この辺やったら見つからんかな。よし、置いておこう。ほんで、この状態で、レイギーナに近づいていって手渡しすると。さあどうだ?レイギーナは襲ってこない。よーし。で、この状態で近づいて手渡しやねんけど、ラベジャー怖いけど大丈夫そうか?なんか感知されてなさそうやな。オッケー。ラベジャーにも見つからんみたいや。よし。いや、見つかってるわ。ごめん。見つかってるわ。ちょっと待って。よし、倒したけど、なんか、下に行っちゃったな。ちょっと下行くか。これを使ってる状態だともう、生き物も一応、感知はされない。いや!見つかってる!マジか!見つかってる!やばい。一旦逃げたい。逃げさせて!いて。ラベジャーがきついな。あぶねえ。行ってみるか。戦い中やけど手渡しできるかな?手渡しできたら、もうこの手渡しして、あ、オッケー。倒したみたいや。よし。行くぞ。手渡し。どこや?出てこへん。どこや?
どこで手渡しできんの？あれ？できいって！とりあえず一旦逃げよう、一旦逃げよう。やばい！カルロが来てる！カルロが来てる！シャドウ、シャドウ、シャドウ、シャドウ。よし、よし、よし。よし。あぶねえ。あ、あった！今出た。よし！やったー！レイギーナー、テイム完了。おー、飛んでる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 。ちょっと待て。ちょっと騎乗してみる？おーおおすーげえ。いや、まさにレイギーナ。いや、もうここで飛んでたらもう完全にレイギーナやん。うお、すーげえ。マジか。ちょっと一旦観察したいな、とりあえず。さあ、降りまして。さあ、見てみましょう、レイギーナさん。まず顔が、こんな感じでございます。いや、かっこいい！いや、俺、レイギーナさ、結構ワールド出身の生き物の中でも、ネルギガンテの次ぐらいに好きかもしれへん。なんか戦っててもあんま強くないから、殴ってて楽しいっていうのもあんねんけど、シンプルにこのデザインと、あと鳴き声。なんかめちゃめちゃ高音で鳴くんやけど、このうつのなんか鳴き声が好きで、いやー、かっこええなー。うん。なんか他の飛竜種ともまたちょっと違ったような、かっこよさの中に美しさもあるような、なんかそんな感じがするような、レイギーナって。見て、足の爪。めっちゃ鳥や。すげえ、こんな感じになってんねや。まあ、モンハンやってる時って足の爪とかいちいち観察してる余裕ないからな。うん。へえ、いや、こんな感じなんや。すっげえ、肉を削ぎ落としたような、無駄な脂肪一切削ぎ落とした感じするな、これ。うん。で、羽もまたね、これ美しいんすよ。この上からの、この蝶のような。あと、体色。いやー、いいな、これ。レイギーナ。かっこいい。かっこいいし、美しい。そして、この場所がすごく似合う。いや、最高やな、これ。さあ、ということで、騎乗していきましょう。ステータス、体力、1、10、100、1000、まあ、4万か。体力4万、スタミナが1800、重量が1080、メレーが395ということで結構強い。体力4万あるで。めちゃめちゃ強い。で、しかもこいつレベル170やったからな。なんかコマンドで召喚して170出たから、多分上限レベル180かぐらいあるのかな。っていう感じがする。さあ、飛びましょう。さあ、あ、すげえ、めちゃめちゃかっこいい。いや、もうこの、まずこの場所が最高すぎる。レイギーナに、まさにレイギーナにうってつけの、お前これ、この辺お前もう、完全にお前、モンスターハンターワールドやないかお前これ。まさかこのアークで、モンスターハンターワールドを完全に体験できるとは思わんかったわ。すげえ、かっこいい。で、このタイニアステラね、現在、飛行生物っていうのがいなくて、基本的にアベレーションみたいな、陸路での、攻略になってて、まあ、普通にね、それが面白かったりするんやけど、そのタイニアステラで、なんか今飛んでるっていうのがすげえ新鮮やわ。しかも、レイギーナ。やば。さあ、飛んだ感じめちゃくちゃ楽しいけど、ダメージどれぐらいか見てみようか。343！普通に強い。で、あとは、おー！強いよ、氷！氷強っ！めちゃくちゃ強い。ただ、ブロンともなかなか強いな。さあ、あとは？これは、足蹴りみたいなやつか。当たるこれ。全然当たる気がせえへん。全然当たらへん。全然、これ当たるやつなんか。そもそも当たる気がせえへんな。この技はあんまりやな。あとはまあやっぱこれが強い。この氷が一定時間こう連続で凍らせることはできなさそうやけど、うん、一発凍ったらだいぶ強いぞ。さあまず攻撃モーション、噛みつきで氷のやつで足でカッカッみたいなやつ。だから、つかみみたいな感じか。
あ、Q ボタンあった。わー、これね。連続でできる。これ、レイギーナよくやるもんな。これと、あと特にないんかな。うん。あとなんか特になさそう。ただ、飛んでる状態でもなんかモーションありそうやから、それも見てみるか。なんもないわ全然なかったわ。うん、でも普通にまず凍らせることができるからかなり強いな。ほんでさすがに騎乗しながら道具使うとかそういうことはできひんな。飛行生物やし、それはできんねんけど、いや、あの飛行速度も結構速いし、普通に、うん、速いし、ほんで火力もあるし、凍らせることもできるし、いやもう使ってても楽しい。戦闘力もある。最高やな、このレイギーナ。ということで今回はこちらのレイギーナをテイムしてみました。いやー、ちょっとまずね、やっぱちょっとナイス判断やなと思ったのが、やっぱこのタイニアステラで取ったこと。いやマジでもう完璧やな、これ。もう完全にオカサンゴやもん。いやもうモンスターハンターワールドやってるのとあんま遜色ないぞ、これも。しかもこのレイゲーナにまあテイムして普通に乗れてるっていう、それがまず最高すぎる、この場所で。うん、あの飛んでてめちゃめちゃ気持ちいい。このタイニアステラってまあなんか途中でも言ったけど、飛行生物今いいひんねんけど、いやこれ飛行生物に乗りてめちゃくちゃあの景色が綺麗やからさ、普通に乗りたいな、これ。うん、見た目、性能、そして使用感と三拍子揃ったレイゲーナ。いやー、これはもうこのモッド入れたらぜひとも使っていきたい生き物やな。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。またね、こんな感じでモッド生物のテイム動画とかじゃんじゃん上げていきたいなと思っているので、もしよければね、高評価、チャンネル登録などなどしていただけると大変嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。